はい、オーストラリアメルボルン都心にやってきました、今日は、ちょっと用事がありまして、仕事早く終わって、メルボルン都心の方へ来てます。はい、こちらの方を見えますでしょうか。メルボルンのヤラリバーです。ボートを漕いで練習してる人がいますね。これからこちらの方の道をまっすぐ行きまして、メルボルン都心の方へ、車を止めます。はい、ちょうどこれ前の方見えますでしょうか。ロッド・レイバー・アリーナ、ここはちょうどオーストラリアオープンのテニスをするところですね。はい、それからこれポール・マッカートニーが来るというね、旗が上がってます。コンサートがあるんじゃないかなと思いますね。はい、こちらの建物が、テニス会場、まあ、コンサートとかもあるんですけど、ロッド・アリーナです。でちょうどこちらの道路、有料道路なんですけども、左手にヤラリバーがあって、真正面がオーストラリア・ビクトリア州の州都メルボルンの都心になります。今日は天気が良くってね、気温が24度です。朝は10度ぐらいで寒いんですけども、はい、先週は最高36度というね、強烈な天候でした。はい、今週は比較的、穏やかな天候になっています。はい、この部分が有料道路なんですけども、トールポイントっていうことで、この下を通るとピッというね音が鳴って料金が払われます。はい、日本のようにねゲートが開いたり閉まったり、そういうのはありません。もしお金を払わずにあそこを通過するような人がいると、後でまあナンバープレート読み取られているので、結局そこで徴収されると、いうことになってますので、まあ、日本もああいうねブームゲートするのはやめたらいいんじゃないかなと、いつも日本に行くたびにね思っています。はい、ではもう少しでメルボルン都心の方へ入ってパーキングに停めたいと思います。はい、シティの中に入ってきました。こちらのハイアットホテルメルボルン、ハイアット、こちらの地下駐車場に停めたいと思います。あらかじめインターネットで、予約をしてましたので、はい、こちらの方、に止めます。はい、ちょっとかなりね、パーキングとしては狭いです。はい、クレジットカードであらかじめ払っていたので、タップするだけでね、クレジットカードを近づけるだけで入場できました。クレジットカードで予約してると、まあ、入るときも、出ていくときですね、入場退場もクレジットカードがチケットになります。料金もね少しお得になってます。はい、こちらはグランドハイアットメルボルンの地下駐車場です。